ジョン・カバットジン・ジョン・カバットジンは、マサチューセッツ大学医学大学院教授、同大マインドフルネスセンターの創設所長。国際観音全員のスーザン・ギョに全を支持し、ケンブリッジ全センターの創設メンバーとなった。仏教の指導者に修行法と教理を学んだ彼は、それを西洋科学と統合させた。彼は、人々がストレス、悩みごと、痛み、病気に対応する手助けとして、 マインドフルネス瞑想を教えた。1944年に、バイオ医学者のエルヴィン・カバットと、画家のサーリー・カバットとの間に生まれた。1971年に、マサチューセッツ工科大学の微生物学者で、ノーベル生理学、医学賞受賞者のサルバドール・エドワード・ルリアの下で、分子生物学の博士号を取得した。1966年から、全、洋画を実践し、 1979年にインサイト瞑想センターでのビパッサナー瞑想の実践経験をきっかけにマサチューセッツ大学にストレス低減センターを立ち上げ同大医学部教授となった。彼はボストン大学名誉教授のハワード人とロスリン人、夫妻の娘のマイランと結婚し、ウィルとネウションとセレナの3人子供がいる。彼の生涯はマインドフルネス瞑想を 医療と社会の現場の中に導入することに捧げられた。彼はマインドフルネス瞑想とその臨床実験についての論文の主要執筆者か副執筆者であった。彼は次の2冊のベストセラーを表した。妻のマイラ・カバット・ジンと共に次の1冊も表した。他にはカミング・ツーアワー・センシズに彼の論文が収録されているほか2007年には ZV ・シーガル JMG ウィリアムズ、JDT ズデールとともにザマインドフルウェイズルーでプレッション、フリーリングユアセルフロムクロニックアンハッピネスを表した。彼は心と体の相互関係に注目して研究し、慢性的な痛みやストレス関係の病気を持った人々のためにマインドフルネスストレス低減法を開発して現場に応用し、現代の健康科学に著しい貢献をした。 1979年に、ストレス低減センターでマインドフルネスに基づいた、マインドフルネスストレス低減法を教え始めた。マインドフルネスストレス低減法は、患者が瞬間瞬間に注意を向けることにより、ストレス、痛み、病気に対応することを助けるために、瞑想と旗ヨガを組み合わせた、8週間の心理療法である。マインドフルネス瞑想は、 参加者が健康を達成できる力及び適切なことを行うことを助ける。彼とその仲間は特にストレス下で及び免疫系統で脳内で瞬間瞬間に注意を向ける結果、それがどのように感情を処理するかを研究した。1993年には彼のストレス低減クリニックでの仕事が癒しと心の台でビル・モイヤーズによって PBS の特番 後に、同盟の書籍として紹介された。彼とその仲間は、紫外線治療を受ける感染患者の皮膚的質に対し、心の影響によって4倍違うことについての臨床実験結果を公表した。最近の論文では、会社勤めで、同提言法を取る、人々の脳活動、ストレス下での感情の勝利、免疫機能の肯定的な変化を報告している。 彼の教えの基礎は、Where ー v e r you go, there you are, マインドフルネスメディテーション in everyday life の中に見出せる。彼が案内する瞑想練習コースは、計画法の学習に、及びその実行をより深くすることに興味を持つ、人々にとっても有効である。彼は、様々なマインドフルネスについて説明している。立つ瞑想、星座瞑想、歩く瞑想、横になる瞑想。 そして欠かせないものとして、呼吸瞑想を挙げている。中心テーマの一つは、瞑想が人生の冒険であるということである。日常生活の熱狂したスピードの都会生活のストレスに対処する有効な方法として、これらの瞑想の実践は、その多くの実践努力に見合った提言をもたらすことができる。彼の瞑想法は、多くの精神世界の教えと修行法から来ている。 彼の仕事は平和、内からの反応、思いやり、寛容を促進する。彼は毎年在会のリーダーと革新者たちに瞑想指導を行っているほか、マインドフルネスセンターの同僚と共に健康指導者たちに対し瞑想指導を行っている。200以上のアメリカ国内の医療センターや診療所がこのマインドフルネスストレス低減法を採用している。彼は心と 生命研究所の理事でもある。同研究所は、ダライ・ラマ14世と西洋の科学者たちとの対話を実現させ、心、感情、現実性について深い洞察を得ることを推進している。2009年5月15日に、彼は、UC ・バークレーのグレーターグッド科学センター長のダッチェル・ケルトナーによって、同センターの有意義な人生の科学の講座、思いやり気づき、幸福に、 ゲスト講師として呼ばれた。そこでの発表では参加者がマインドフルネス、需要、思いやりを身につける習慣が健康と心の平安における重大で肯定的な変化にどのように関連するかについて理解するのを助けた。ありがとうございます。